南口プラットフォームセッツと大駅の上、屋根を支持する、相当レールと縦の形の駅名標セッツと大駅は、大阪二括市と田町一丁目にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA39、JR 京都線の愛称区間に含まれている。島式ホーム2面4線を有する地上駅になっている。駅舎は、京城駅である。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。一般の改札口は、京城中央部にある。また、ホーム東端の古戦橋には、松下口という出場専用の改札があり、平日朝は、パナソニックや明治の社員が、休日は、新予園行きの臨時バスに乗車する乗客が利用する。これ以外の時間帯は閉鎖されている。 直営駅であるが駅長は配置されておらず、高槻駅が地区駅を介さずに当駅を管理している。移行か利用エリア内に含まれており、相互利用可能なカードにも対応している。松下口もこれらのカードに対応しているが、乗車駅から当駅までの運賃により、IC カードの残金が少ない場合は、係員に現金生産をした上で生産証明書をもらい、 後で一般の改札口で発駅キャンセル処理をしてもらう必要が生じる。二つのホームの西側の上、屋根を支える支柱として、日本の鉄道開業当初に多く用いられた、相当レールが再利用されている。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。自動券売機、緑の窓口のほか駅内コンビニである。 ハートインやゆうちょ銀行 ATM がある。改札外は北口、南口ともに上りのみエスカレーターが設置されている。また、2010年3月29日にはエレベーターも設置された。改札内は2008年8月16日より上下エスカレーターとエレベーターが設置されている。 2019年度の1日平均乗車人員は2170人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。北口側に高槻市営バスと阪急バスのターミナルがあり、関西大学高槻キャンパスの多くの学生が乗り換えで利用する。タクシー乗り場も併設されている。南口には阪急戸田バス停も利用可能である。ロータリー部に 折り場がある。乗り場は、ロータリー部から北に向かったところ、高槻市立第四中学校のプール下に1番と2番乗り場があり、ロータリー部から東に入ったところに3番と4番乗り場がある。また4番乗り場の奥に、新予園行きの臨時バス乗り場がある。ロータリー部に半急バスの乗り場と折り場がある。平日のみの運転であり、なおかつ本数が非常に少ないため、 利用時には注意が必要となる。なお、乗り場には国際工業バスとの記載もあるが、同社の路線は10年以上前に運休となっている。JR 富田停留所駅名は旧節国と三島郡戸田村に由来している。三重県にすでに富田駅が1894年7月5日に開業しており、旧国名の節を付けて区別したものである。ちなみに、和歌山県には、 金と大イが1933年12月20日に開業している。これも同じ地名に由来する駅が2つ以上存在する場合は、旧国名を頭につけて区別するという慣例に従っている。旧国名としての摂津を冠した駅は、摂津本山駅と東駅のみであり、私鉄には存在しない。1928年1月16日開業の 阪急京都線の富田駅は、摂津戸田駅よりも後の開業で、開業当時の駅名は戸田町駅であった。戸田町駅は1957年7月1日に富田駅に改称されている。記述の通り、阪急京都本線戸田駅とは約300メートルと比較的近い。乗り換えの検索ソフトでは、両駅が乗り換え駅として表示されるものも存在する。出店。 ありがとうございます。